桜井常五郎慶応4年3月5日は、江戸時代末期の尊王城伊橋氏、赤宝台北新文献隊長。品野国作軍春日村の村役人の三男として、生まれ、道村の広告寺で学問を、上野国で、真庭年流剣術を学ぶ。道軍城、塚原村の新館の養子となり、農業の合間に、剣術道場を開く。 文久元年の和宮高下と中仙道通行の佐合をめぐって幕府役人ともめ、江戸に出て斎藤役労道場を拠点に相良創造や松光九之助ら尊王の志士と交わる。慶応四年に一月、相良創造が京都から赤包隊を率いて官軍の先方として中仙道を投下する際、大見国彦根から同々し、北新文献隊の遊劇隊長として、 随分宿に婦人し、薄い峠を占拠し、小室藩、上田藩、松代藩、天領中野城陣屋に大使を派遣し、維新政府による申請の徹底に奔走した。また天領三影陣屋に、周辺83家村の庄屋を集め、年貢半減の告知を布告した。しかし、維新政府は、間もなく年貢半減策を否定し、偽官軍の汚名を着せられた北新文献隊も、 追い分けの宿所である大黒屋を小室藩や上田藩等に吸収され捕獲された。後に大を指導した常五郎と小林六郎、中山中の三名は追い分けで斬首刑となった。ありがとうございます。